ですけども、今上峰町に行ってます。自民党さんがですね推薦する候補に、勝ちまして、これからですね、万歳っていうか、武広雄平さんがおかげさまで、現職ですけども41歳、勝つことができました。日本各地でですねいろんな選挙が行われてますけども、佐賀1区、これはもうほとんど、多くの皆さんにですねご支援をいただいて、勝ち続けることができておりまして、本当にありがとうございます。唯一ですね勝ててないっていうか、この神崎市、大仁田敦さんがですねもう本当に大変善戦をしてくれましたけども、まだ勝てておりません。次はですね頑張っていけると思います。今日本当に武広雄平さん、さまざまな新しい、事業をですね、特に今日同じく上峰町のですね隣の宮城町、これ末安信行さんの事務所開きもあって今日挨拶に行ったわけですけども、そういう中で、やはりもうワクチンの接種についてもですね、それからその災害対策についても、上峰町と宮城町は手を携えて、私も一生懸命支えてきましたけども頑張ってる町であります。で特に何て言うかな、よく似てるんですよね。で財政が非常にこうバトンタッチした時に、大変な逼迫をしているといたという、そこを財政をですねしっかりと立て直して、そして住民のサービスに、当ててきたということですね。非常に医療についても私が進めていた緑の文献改革、一番最初に手を挙げてくれたのは宮城町でしたし、当時上峰町はもうそこまでの余裕全くない、赤字再建団体にですね転落する直前という状況だったわけですけども、それをですねここまで引き上げてきました。ちょうど福岡市、福岡県のですねの方に向いて、佐賀県の玄関口に当たるわけですけども、その玄関口に当たるところがまあなんていうか、あえて言葉をこう選ばないとすると悪性によってですね大変ひどい状況になってきたということでありました。でそれを上峰を良くする会ということで皆さんが会を作って、そして、今も若いですけども当時全国最年少だった武広雄平さん、私の政策インターンのですね武広さんを担いで今に至ったという状況なわけです。で、まあ、こういうコロナ禍の選挙でありますから、特定の政党にのその全面支援を受けた相手候補がですねもう五分なんではないかと、今日の佐賀新聞の記者のさんによるともう追い上げられましたよというところでしたけども、おかげさまで勝つことができました。ちょっとですね、もうこういう真っ暗の中を走って、いるわけですけども、さすがにこう夜中なんでですねこういう状況で、ご報告をし、また明日ですね、事務所も密を避けるために人を限れてると思いますけども、今後のですね支援、
特にあの、子どもたちの教育、福祉、それから医療ですね、あのしっかりと支えて、あの危機管理、これあの筑後川のがもうすぐ近く流れる、そういう町でもありますんで、それから農業ですね、漁業、あの保安数という、これも農水省が頑張ってくれてですね、その保安数をあのしっかりと入れて、全庁に入れてですね、この農業の働く環境も大幅に改善をして、それからふるさと納税ですね、これもあの私が総務省を去った後、宮城町と上峰町については、まあ、狙い撃ちのようなですね、あの措置を当時の大臣がやったわけですけども、あのそれも後付けでやるっていうのはおかしいということで、あのふるさとを思うですね、福岡県の隣の町ですから、やっぱりあの地場産品つっても限りがありました。それからマンパワー、特にあの12月のその税のですね、さまざまなあの状況の中でやらなきゃいけないですから、限られた小さな町のマンパワーでどうしてもその一次産業のあのものだけでは追い切れない、そういうものもあったわけですけども、あのしっかりと司法が判断をしてくれてですね、あのふるさと納税っていうことももちろん節度を守りながらですけども、あの認められるということになりました。それじゃあ。